ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキはいいものですか？家族4人、夫婦と子供は小学生と幼稚園児です。新築するにあたりウッドデッキを作ろうか迷っています。一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。お家を建てる際にウッドデッキを一緒に作りたいというご希望がご相談が、大体お客様の8割ぐらいありますね。そういったご希望をお持ちの方って本当多いですよね。はい、ウッドデッキを新築の時に建てちゃう方っていうのは結構いらっしゃるんですけれども、まあ、予算の都合とかでウッドデッキをやめてしまって、後から作るっていうお宅もたくさんあります。で、特にこちらの現場のお客様なんかはもうお子様がまだちっちゃくて、本当に幼稚園にも行かないようなちっちゃい方だったので、そういう場合はもうお子さんがだいたい成長してもう小学校を卒業するぐらいまでずっとウッドデッキを使って遊べますからね。本当に作ってよかったなっていうような、そういう空間になってくると思います。ですからよくある家族が4人で、ご夫妻とお子さんが小学校と幼稚園みたいな、そういうご家庭に お住まいの方だとしたら、ウッドデッキはもう絶対作っていいアイテムだと思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトをPC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。